どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日はガーシー判決出たってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、速報的にね、お送りしたいというふうに思うんですが、ガーシーさんの判決が、まあ、つい先ほど出まして、執行猶予5年ですね。懲役3年の執行猶予5年ということになりましたということですね。 はい。で、こちらはですね、FNN プライムオンラインさんの記事ですけども、一番早かったかな。まあ、速報、ガーシーこと東谷被告に、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決、俳優さん等々を脅した罪などでというところですかね。はい。 ということで、まあなんか裁判の仕組みも私あまりよくわかってないんですけど、まあ冒頭の方に、まあ、先にまあ判決が出たってことですかね。まあ、これ以外にも、えーと、どういった事情でこの判決に至ったのか等々っていうのが、まあおそらく今後また出てくると思いますし、それからどうするんですかね。ガーシーさん自身も何かしらの発信をされるのか。 まあ、いずれにしてもこれ控こ訴するかどうかっていうのはまずポイントだと思いますが、おそらくガーシーさん側の方からしないんじゃなかろうかと思いますよね。いずれにしてもその執行猶予をね、まあ、と,とにかく取りに来る戦略なんじゃなかろうかというふうふに言われていたのでだから、だから最初の方から認めることは認めて、まあ、いわゆるこう謝罪するという方針でしたよね。で実際そのように動かれて,いて にもかかわらず、まあま、なんか保釈まですごい時間かかったとかね、まあ、とにかくこの、まあ、ガーシーさん騒動に至りましてはもう思うことが山のように <laughs> あってですねまあいずれにしてもまああのご本人的にあまり騒いでほしくないみたいなねいうのを私は勝手に受け取りましたんであまり触れてはきてないんですけどまあいずれにしてもまあ なんて言ううだろうなガーシーさん初でいろいろ変わってきたものも今もあるし当時指摘していたものが今本当に問題になってるとかまあ一番はやっぱり除名って何だったんだろうって話はもう一回やっぱりするべきだと思っていてガーシーさんが除名になったということなんですけどあれについてなんかめっちゃなんか時間かけてとかすごい議論がなされてあの結果が出たわけじゃなくってファーッと言っちゃったでしょ。 じゃあ、じゃあ今、あの、なんていうの、裏金問題等々でせこいことをやってる連中はどうなんだとかですね。まあ、あるいは逆にそれに文句言ったら懲罰だとか言われてるわけでしょ。そのあたりとの、その差は何なのよ、みたいなね、いう話等々とか、いろいろあってですね。まその辺はあくまで、そのね、 海外から、要するに要するに国家に出席してないだけっていうことですからね。それも任期6年のうちの1年も経ってない時の話なんでね。だからいずれにしてもいろいろおかしいことがあるわけで、なんか、んでもやっぱり本当にガーシーさんが出てこられてから世の中終わって変わってったっていう印象が私にはあるので、それが今どん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 そのよりこう、あの早くなってる。 っていうことがあるのでその流れを作った方のうちの一人であるのは間違いなくってまあ、その一方でまあ、ガーシーさんの発言によってまあ要するに、えー、脅迫ということになるんですかねまあ、ちょっとこのどういった罪になるかどういう罪でこの判決に至ったかについてはまたやりたいと思いますが、まあ、いずれにしても何て言うんだろうなそうですねまあ、いずれにしてもあれだあの。<laughs> 確定しないとね、なかなかこう、言いにくいことも山のようにあるのかなっていう感じですかね。で、こちらは毎日新聞の方ですかね。まあ似たような内容ではありますけれども、えっ、ー、と、そうですね。あの、なんていうんですかね。このニュースなんですけど、当たり前といえば当たり前かもしれないんですけど、まあ、ここ、毎日新聞ですよね。で、先ほどのがフジテレビで、こっちは朝日新聞。 で、当然 NHK もやってるしなんだろうな日本のマスメディアと呼ばれる方々がまあ、この件を一生懸命報じていてですねでなんか私なんか本当に最近いろいろ問題だと思ってる件についてはまああんまりやんないっていうか文春さんだけが追ってる件とかたくさんあってそっちは来ないけどこれは来るんやみたいなのとか。 どううなな、んだろうなまあそのいろんな問題提起もあったと思うんですけどそこは引き受けずただただ悪者として裁いてそうやってこうやって判決出ましたっていうことで終わらせるのかマスメディアの皆さんですよねまあ、ちょっとそこについては、まあ、今後見てみたいというふうに思うんですけどまあ強き者に逆らったらこういう形にするんですかとうとうとかまあいろんな話がありますよね。その一方で、ままあちょっっっっとと、ね、えー、としょだろう職がなくなくてしまった方 とかもいらっしゃるんでね。ろいろすごくまあ使うにあたっては難しいテーマになっちゃってきつつあるんですけどまあ世の中的にはもっとねなんか議論すべき内容がたくさんあるような、まあ、気がするっていうか絶対あるんですけどねはい、まあ、私は個人的になんかいろいろ思うことはまたやりたいんですけどどうなんだろう。まあ少なくとも今こうやってあの判決が出てワーっとなって っってった時に、まあ、含めてぜひマスメディアの皆さんはね、まあ、こういう時しか多分報じないと思うんで、なんかやってほしいなと思いますよね。で、特にまあ、繰り返しになるかもしれないんですけど、除名騒動は何だったんでしょうねみたいなね、いう話ですよ。あの時に本当にマスメディアから国会議員からみんなで本当にめむちゃくちゃ言ってましたからね。じゃあ、今回出た判決と照らし合わせて、 っていう当時言っていたことが本当にその通りだったのかということとかまあそもそも今回の判決とか関係ないっていうかその何て言うんでしょうね国家に出てこないという理由をもってして除名ですからねまあっていうことであるとかまあ本当に高材混じり合ってるのですごく難しいテーマではあると思うんですけどぜひあの論じてほしいしまあすでにね途中からまあ風向きが変わってきてまあなんか その何でもそ何て言うんだろうなその要するにやったことに対してのあまりにもその何て言うんだろう,こう制裁の方が重すぎるんじゃないかみたいな意見も途中からねやっぱり出始めてきたので、まあ、それの背景には、まあ、ある種日本の社会がぶっ壊れて変わりつつあるっていうことも背景にあって。 で、それのねまあきっかけのうちの一人であるっていうのは私はこれについてはやっぱり否定しようがない事実だと思うんでそこもちゃんと認めた上でいろいろ議論っていうのかなしてほしいなというふうに思いますね。で「翻って」ですよ「翻ってじゃあ今どうなんだ」みたいなね。いうことでまあまあいずれにしてもとにかくすごくいろいろねまあ ガーシーさんが誕生してから今に至るまでを追うだけでも、この国がいかにおかしかったかとか、あるいはどんだけ変わってきたかっていうのはまあよくわかる話で、まあその一方でまたちょっとね、交、ま、際、あの話は別であるのかなっていうところですかね。はい。まあ、というわけで、まあ今回とりあえず速報ということでお伝えをさせていただきました。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。